シーフキャット3点これはちょっと無効化してライフプラス1、はい、無効化してでこいつはボトムに戻っちゃいます。2点ファイター食らいます。2点で破壊されます。で破壊された時やつは1万の隠した使います。あーそりゃだ。で俺はこの武器を回収しておきます。ダークヒーローのモンスターかアイテムが手札で1点隠れます。エンドです。ただ俺も基地引けてないから結構きついはきつい。チャージアンドドロー。ああもうドローソース引かない。導火線とか導火線なんで引かないんだ。4枚入ってるはずなのにそうだね。こっちにいるとかね。あるでドラム、はい、で行っちゃった。この武器が欲しかったの。新しい武器があらら、はい、さよならじゃん。もう完全に貫通。じゃんけんに勝った。じゃんけんに勝った貫通か。やべ、それは結構やべ、はい、アタック。はい、受けた。じゃあじゃんけんすんだっけ。よし、グー、じゃんけん、ほい。よし、やった。じゃんけん強い俺。3点。3点受けた。大変だよ。ドロー。どうしよう。チャージアンドドロー。じゃあライフが6以下なので1ゲージ払って2ドロー。引け吉、引け吉くん。5ね。よっしゃよっしゃ。いやー2ゲージ払って、うん、こいつをコールします。で登場した時1枚ゲージになるから、ここにしよっかな。ここにするね。はい、1枚ゲージに置きで、サイズ2以上が出たのでこいつがコールされます。めんどくせー、地味にうさい、うん、でもさっきセンター破壊バニーレバーだから、そう、破壊されちゃう。あれ、俺なんかゲージの支払い間違ったの、もしかして。間違ってないの、大丈夫。ちょっと間違えたくさいの、まあいいや、こいつをほっといちゃいけない気がするけど、足らればあれも8点届かないから、まずこっち2戦でアタック。じゃあ2戦でアタック。あー、はい、じゃあ2点。なんかゲージの支払い間違えた気がする。エンド。ロー。チャージアンドロー。なんで2枚来る、バカ野郎。ゲージ1払って、うん、コール。はい、なんか強そうなのが来た。武器を装アイテムを装備しているなら、うん、デッキから騎士のアイテムを1枚まで手札に加えられます。おお強い。でも決まんなければ、それは出ただけでアド、うん、どれがいいかな。
新しい武器、これもなんかすごそうですね。おお、二刀流できるかもしれないやつ。かも。手火を上げている。あれ、こいつ。あ、そうだ、こいついなくなる。いろいろ忘れてる。あー、僕は届かないけど、3点受けよう。はい、2点なかった普通に勝った普通に勝ったちょっと二刀流決めたかったね。最初ソウルに入っちゃったんだよね、これ。1枚来たんだけどな。チャンネル登録、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。あなたが罪を出たけど